こんにちはすみやですついにドワンフ3にモザイク機能がやってきましたねまさにモザイク革命が始まりましたすごいです昨日夜ですね最初にスバルをモザイク撮影をしてみましたまあ2倍ぐらいに広げるとねちょっとスバルでは広すぎるので1.3倍だったかなぐらいにしてみたんですけれども 非常に広大な範囲が映るということで、すごい使い勝手が広がりましたね。スマート望遠鏡にはもはや、モザイク撮影は必須の機能になっているようです。シスターでもね、フレーミング機能という名前で、モザイク撮影できるんですが、元々の画角が狭いので、広くなったと言っても、限界がありましたけれども、ドワーフ3はもともとの画角がね、 シースターの3倍以上ありますのでそこからさらにね、横2倍縦2倍ですからシースターの初期画面の12倍ぐらいの面積が入るっていうことですねそれから画質もねシースターで2倍フレーミングを使うと200万画素が4倍の800万画素になるんですがドワーフ3はもともと800万画素ですから 3200万画素のね画質の天体画像を手にすることができるとまあもちろんね小さい天体には向いてないんですが広い画角をね撮るにはすごい機能だと思いました通常スバルの撮影などをすると星がねかなり周りの星雲の影響で肥大化していくんですけれどもモザイク撮影をするとねその肥大が止められてギュッと閉まった感じで 見ることができますね他の小さな星もね非常にグッと締まった形で見ることができるので天体の画質も向上するという一石二鳥の効果がありますすねモザイク撮影ははこれを使わない手はないい手ですよ昨日はねカリフォルニア星雲も撮ってみたんですけれども途中でね雲が出てきて画質が劣化していたんですけれども最初狭い範囲のねカリフォルニア星雲が ほぼ全域余裕で入りましたね確か1.5倍でやってたような気がするんですがちょっと2倍にするとね時間がかかりすぎるような気がしたので1.3倍とか1.5倍ぐらいでも十分広い画角が得られます、まあ1.5倍でもね面積的に言うと2倍以上ですから画質が800万画素から1,600万画素に増えるということですね。 やってみましょうか。あ、今あの空映してますが、これは気にしないでください。写真を天体に切り替えます。そして、星団っていうのを選べます。こういうふうにね、自分が撮りたい天体をここで選ぶんですね。はい。プレアデス星団、選んでみましょう。そして、プレアデス星団の望遠っていうので、1倍になってるのを、 二倍まで広げます。そして縦も二倍まで広げます。はい。オフにすると、こんな感じですね。はい。横の画面でやると。ちょっと見えづらいので、縦にしましょうか。縦の方がいいね。縦の方だと。ちょうどね。二倍に広げた。 スカイアトラスの画像が見えますね横2倍縦2倍でもいい感じですねはいうんこんな感じで撮るっていうのも正方形で写すっていうのもいい感じですねはい横広げるとここまでいきますよちょっとズームしてみましょうかうんこれぐらいの範囲が撮れるってことですねそれからカリフォルニア星雲これですね はい、これもね今2倍になってるので1倍に戻すとちょっと方向的にギリギリなんですけれども上がちょっと切れる上と下がちょっと切れる感じですよねで。それを広げると全部入りますね。はい、だから横も 横も広げるとカリフォルニア星雲こんな感じでね入ってくれて昨日撮影ができましたまあここまで広げるとね時間かかるので確か1.5倍ぐらいでやったのかな縦横1.5倍ぐらい、まあ、こんな形で撮ってたと思いますただね時間帯によっては方角が変わるのでなかなかねあの画角を入れる範囲が C スターのフレーミング機能はこれに回転機能がついているのでその辺がね C スターの方が優れている点ではありますが C スターは縦横は拡大できなかったのかな。はい。まあいいや。ドワーフ3のいいところは縦と横を自由に変えられるというところですね。はい。だから正方形に近い 形で、線を捉えることもできると。うん、これはなかなかいい感じですね。はい。はい、こんな感じでね。ついに。ドワンフスリーにも。モザイク機能が。やってきたと。いう話でした。皆さんもね。ドワンフスリー、そろそろ。届いてる方もいらっしゃるようですので。 ぜひチャレンジしてみてみくださいあそれから昨日はですね海王にチャレンジしましまたでなかなかね海洋星は8等級ぐらいなので月のね何百万分の1ぐらいの明かりしかないので月の明るさに負けてなかなかね入るのが難しいかなと思ったんですがライブ中にアドバイスがあってね シースターの明るさを最大限にすると海王星映りますよ。というコメントがあったので、あそうかと。それでやってみようということで、やってみたらちゃんと映りましたね。はい、ドブソニアン望遠鏡でもね。写そうとしたんですが、海王星が消えるところはね。なかなかうまく明るさの調整とか位置の調整ができなかったので映らなかったんですが、出てきたところでね。 すぐには無理だったんですがちょっと月から離れた海王星をうまく捉えることができましたねうまくって言ってもねほんのかすかにシミのように見えるだけなんですけれどもまあ、そんな感じで写りましたねはい、シースターとドブソニアで海洋星色も楽しむことができましたはい。次はね、双子座流星群ライブをやりたいと思いますのでぜひお越しください 今回はドワーフ3で流星群ライブにチャレンジしてみたいと思います。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えいと。